リオリオ、そやつも部下か。初めて見る顔だな。ああ、皆さんに俺の盟友を紹介したい、ベルドラ君だ。ベルドラ、ベルドラ、ベルドラ。あらら、気絶しちゃった。無理もね。感極まったか。違うから。なあベルドラ、俺たちはこれから真面目な話をするんだから邪魔しないでくれよ。会議中は顧問的な感じでおとなしくしてくれると嬉しいな。どういうことだ、暴風竜ベルドラが復活だと。簡単に経緯を話した。この世界にスライムとして転生したこと、封印の洞窟でベルドラと会ったこと、そしていろいろあって魔王となり、死んだ仲間たちを蘇らせ、さらにベルドラの封印を解いたことで今に至るということだ。リムル殿、あの方は本当に本物の暴風竜なのですか。さてどうでしょう。いやそうであろうな、今この密談に参加できたのですから、我が国の立場を決定するのにこれ以上ない情報を得られたというものです。それでその判断は。先ほど申した通り有効を選びます。当然の選択よな。我が国も最初から友好国であるテンペストを支持するつもりであった。